はい、今日はキンバリーちょっと触っていきます。キンバリー使いの私大歓喜でも、なぜに急にキンちゃん、ちょっと話すと長くなっちゃうんだけど、まあ、この間配信にクワタってやつが来て、まあ、クワタの誠意というか、まあいやいやいや、キンバリーおもろいキャラやでというのを伝えたくて、みんな多分キンバリーなんかアラスダ決勝みたいな風に捉えてる人もいそうだけど、全然このキャラ丁寧にやって面白いキャラだと思うから、それでやっていこうかなって感じです。まあまあ桑田のせいです。一言にまとめると爆炎打天使桑田のせいです。一回川野さんと戦ってみたい。今起動できるならいいよ。弾打ってて相手がひよったのを見て歩きたいんですが、タイミングが難しいです。ひよってるとかの確認や目立った行動の判断材料って何がありますか。まあ波動が当たった時じゃない。ガードしてるときはやっぱりいまいち分かりづらいんだけど、当たったときは間違いなく日和たくなる瞬間だから、ガードとヒットの差だね。単純だけど、まあもう他にももっといろいろあるんだけど、分かりやすいので言えばそれ。起きた爆炎打天使桑田重信。おお、しかもなくなったやん。バーサーカー桑田消えてるやん。桑田ダイヤ2キャラなんだ。あれ、さっきダイヤ2だったけどプラチナ3になってる。キンバリーサブか。すぐコントローラー切れるけど1回だけね。1回だけ、1セットだけ。画面中央で火力取りつつ運びたいとき何してますか。 DD じゃ余りがちならキャンセルラッシュでいいんじゃない。桑田 JP か。気になることあんねんけどさ、あ、これもし俺負けたら5件メンバーシップギフト配るわ。俺はね、対戦が始まらないと思ってる。まずね。俺はまず始まらない読みだね。ほら。まだロード中なんやけど。でも、桑田 PC だからな。こう見えて。OBS の仕業か。いや、待て待て、桑田お前、え？それ俺のせいにしようとしてない？桑田、大丈夫？桑田。さすがに桑田の OBS だよね。桑田さすがに川野の OBS じゃないよね。いけるか桑田。また機会があったらやろ。おあ来てしまった。しかも桑田の道場名バーサーガーブロ。いや桑田やろうぜ。じゃ この試合マジ大会だと思っております。桑田一切手加減しないから、一切。うわ、やる、惜しい。マジか、ごめん。いい逆択だ。いい飛びだ。あー、桑田リーサル惜しい。おっ、おわー、桑田やるやんけ。普通にうまいぞ。100機に対して SA1 出して、しかもその後起き上がりにもすぐ SA1 移って、
フォートスリーうまいぞ。あ、ごめん。暴れ。じゃあな、桑田、楽しかったよ。いや、桑田全然うまかった。桑田全然うまかった。うまかったね。やる。もうなんてあったけえ配信なんだ。友達に自慢しよう。桑田でもあれだね、唯一ちょっと気がかりなところが今のプレイ中にあったとするんであれば、まあ、バーサーカー桑田はいいんだけど、爆炎打天使桑田、これは将来変えたくなるかもしれないから、結構今のうちに変えとくのが吉かも。この動画アーカイブ残るよね。大丈夫だって桑田、好きに自慢しろ、好きに行ってこい行ってこい。大丈夫桑田、クラスライン案件だ。13、桑田13なの？桑田13ま？え、初めてどんぐらいなの？ストリートファイター6。半年ぐらい？あ、へえ。桑田多分結構いろんなキャラやってるでしょ。1キャラに絞ってやるともっと上いけると思うよ。ホンダがもともとダイヤさん。まあ、桑田とホンダはなんかちょっと。え？ダークエンジェル桑田？まあ、ホンダと桑田はちょっと解釈一致だね、結構。最近は罰ゲームでキンバリー使ってへんかった。どんな罰ゲーム？キンバリー以外禁止。変わったクラスメイトたちはね。全キンバリー使いが泣いた。確かに。キンバリー使い。キンバリー使いかわいそう。キンバリー使いが頑張ってキンバリー使ってる中、最近の中学校ではもうキンバリーはどうやら罰ゲームでしか使われないっぽい。お前テストロで引っくっ、罰ゲームとしてキンバリーな。俺1年間罰ゲームしててくさ。キンバリーはでも俺はね、興味自体はあるんだよね。え、キンバリー使いこの配信いる？なんか1800以上ぐらいありそうな、いたりする？楽しそうではあるよね、面白そうではあるよね。お前らそれ友達に彼氏彼女見せられて、え、優しそうみたいな、その感じの触れ方やめて。あの、優しそうやんみたいな。誰もおらんやんってか。キンバリー使い、キンバリーってさ、リリーとかいける？俺結構リリーとかマノンとか、リリーマノンあたりはゴーキーあんま使いたくないんだよね。ゴーキーやりたくないって思うキャラ、きっと。うん、オッケー、大体わかった。ゴムシ、懐かしいな、通常体育。うわ、通常対空だって、ごめん。あー、通常対空。やべ、 CA のコマンドわかんねえ。これってあれか、今の強ナックルって SA1 で返すより SA3 で返した方がワンチャン強いのか。顔硬いの？ええー、これスプレーどうやったら使
う。とりあえず全部ボタン押した。オッケー。うわ減らねえ。ええ電化った。技の硬直わかんねえ。あごめん。ああああれこれ軌道変化どうやって出るんだ。あれ軌道変化どうやって出るんだこれ。あー最悪のタイミングで出ちゃった。お前お前今は出なくてよかったよ。当たりに行っちゃったよ。当たり屋になっちゃった。最悪。うわ当たらんのかい。じゃあ俺はなぜ設置してるんだい。あ3か。なんとも言えねえ。いやうまかったのに。あかんのかーい。なあ、あかんのかーい。あかんのかーい。ああ、いいのかーい。あかんのかーい。これ、補正切り注意です。大丈夫。俺の全てをかけたスプレー。おおおええー、間に合うんかーい。この組み合わせなんか知らんけどいけそうやな。できる。いや、タケコン。あ、間違えた、ごめん。サダマサシ。まあ確かにエドってちょっとサダマサシっぽいな。俺より先に死んではいけない。飯はうまく作れ、いつも綺麗で色、できる範囲で構わないから。これ本物。あ、今日一センスあるわ、そのコメント。やるなら SS3 だったね。お前そこ安全地帯と思ってないか。お前そこの距離安全地帯と思ってるだろ。
全然安全じゃないからね、そこ。全然安全じゃない。俺、忠告したよ。そこ安全じゃないからね。あ、安全かも。ごめん。あ。なんかさ、てかさ、ワイルドハント弱くない？俺さ、ワイルドハントは飛べるんだよね。飛べるし止めれる、コパンとかで。え、ワイルドハントって発生あれいくつ？ワイルドハントの評価相当低い。なんでかっていうと飛べれるから。まあ、ジャンプモーションだからってのはありそうだけど、そもそも発生を。おっそ！え？え、おっそ！通りで飛べるわけだわ。え、これ、溺るより遅いやん。一応、最速だったら。え、かわいそう。あ、でも、OD ハンターはそうかな。当てた後の状況がなんかすごいいいんだよね。でも正直、当てた後の状況がいいとかじゃなくてさ、当てやすい方が嬉しいよね。ぶっちゃけ。そう、当たんなきゃね、話になりませんから。32はかわいそうだな。いや、まあ、ブランカに慈悲の心なんてないんですが、俺そこはやっぱ平等に見ていきたい。32は普通にかわいそうだなって思う。人生で当たったことないもん、多分ワイルドハント。誰が当たんのあれ。強化してやってくれ。うん、立つね。おっ、あー、ラッシュで出てる。お、え、ちょ、人生で当たったことないもん、多分ワイルドハント。誰が当たんのあれ。誰が当たんのあれ。この動画はこちらの提供でお送りしました。